どうも山コフです。今回は SNS で大バズり中の神コスパな焼肉屋さんが渋谷にあるということで、今回渋谷の方に参りました。そんな神コスパな焼肉を提供しているのはこちらのお店、焼肉BeBu-Yaさんになります。こちらのBeBu-Yaさん、なんと九州産の黒毛和牛食べ放題を行っているお店となっております。こちらエリア最強コスパって歌ってるだけあって非常に人気のお店となっているので、どういったメニューがあるのか、どういったお肉を提供しているのか見ていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、BeBu-Yaさん入店いたしました。今回は焼肉食べ放題行っていきたいと思います。食べ放題のコースは3種類ありまして、ビビッドビーフコースと黒毛和牛食べ放題コース、苦戦ギュギュッとコースになります。今回は一番人気の黒毛和牛コースを注文していきたいと思います。食べ放題の注意としては1回の注文は6品までとなっております。注文方法はこちらの QR コードを読み込んでスマートフォンの方で自身で好きなだけ注文できるような形となっております。それでは魅力的なメニューたくさんあるので注文していきたいと思います。はい、1品目注文いたしました。1品目は九州産黒毛和牛の赤身になります。はい、焼けました。めちゃくちゃ脂すごいですね。いただきます。これはやばいです。マジでご飯必須ですね。うますぎます。はい、次は九州産黒毛和牛の中落ちカルビになります。こちらもね、めちゃくちゃうまそうです。いただきます。結構シャキシャキとした肉の食感も残っていてめちゃくちゃ美味しいです。はい、次は九州産黒毛和牛の塩麹熟成赤身になります。こちらも塩麹の感じがうまそうですね。いただきます。塩麹がいいアクセントになって肉の旨味が引き立っててうまいですね。はい、次はBeBuさん名物のビッグベーブステーキになります。めちゃめちゃ肉肉しくてうまそうですね。いただきます。これはもうステーキですね。めっちゃ赤身の旨味が詰まってて美味しいです。はい、次は九州産黒毛和牛ミックスカルビになります。こちらもね、サシの感じがめちゃくちゃうまそうです。いただきます。やっぱ黒毛和牛だけあって肉のうまみとサシの甘みがさすがですね。はい、次は一品料理キムチの盛り合わせ注文いたしました。まずキムチからいただきます。結構甘めなキムチで食べやすいですね。次は角的いただきます。この食感たまんないですよね。次は追いキムチいただきます。僕は一番追いキムチが好きですね。はい、次は牛タンユッケうまいーねになります。ネーミングセンスもいいですね。いただきます。非常にタンのコリコリと食感がたまらないですね。残しといた黄身を割って黄身と一緒にいただきたいと思います。いただきます。やっぱ卵黄が加わるだけでまろやかになって美味しいですね。では最後いただきます。牛タンユッケうまいーね完食。はい、次は牛タンカルパッチョになります。めちゃくちゃおしゃれですね。いただきます。バジルソースと牛タンが相性非常にいいですね。では最後いただきます。牛タンカルパッチョ完食。はい、次はちょっとご飯物が欲しくなったので、濃厚ごま油香るビビンバ注文いたしました。混ぜると非常にごま油のいい香りが漂ってきますね。いただきます。めちゃくちゃいいごま油の香りがして非常に美味しいビビンバですね。ちょっと味変で先ほど残しておいたキムチを入れまして混ぜていただきます。キムチ入るとまた格段に美味しくなりますね。ビビンバ最後いただきます。濃厚ごま油香るビビンバ完食。はい、追加注文いたしました。先ほど美味しかった九州産黒毛和牛赤身になります。ちょっと後半になってきて脂がきつくなってきたのでサンチュを頼みました。サンチュにお肉を乗せて巻いていただきます。やっぱこの食べ方がねさっぱりしてね、さらに食べられますね。ではまた味変で卵を注文いたしました。卵を溶いてお肉を入れてすき焼き風でいただきたいと思います。いただきます。いや、このすき焼き風の食べ方ね、いいですね。お肉が甘じょっぱいんで非常に相性いいです。はい、では締めで辛トマバジルの一口冷麺注文いたしました。イタリアンな感じの冷麺ですね。美味しそうです。いただきます。やっぱりさっぱりしてうまいですね、冷麺は。スープも最後いただきます。冷麺完食。はい、ではデザートタイムで季節のシャーベットを注文いたしました。リンゴになります。ではシャーベットいただきます。りんごさっぱりしてうまいっすね。では最後いただきます。季節のシャーベット完食。はい、次は杏仁豆腐注文いたしました。見てください、めちゃくちゃプルプルで美味しそうです。いただきます。プルプルなんですけどしっかりと固めな杏仁豆腐で僕好みですね。では杏仁豆腐最後いただきます。杏仁豆腐完食。ごちそうさまでした。はい、焼肉BeBu-Yaさん、ごちそうさまでした。いや、非常にね、あの値段帯で黒毛和牛が食べられるっていうのは非常にコスパが良くて良かったですね。もう本当にね、サシがしっかりと入っているので、渋谷の若者にはもうたまらないんじゃないかなと思いましたね。私はね、ちょっと脂がきつい年代になってきたので量は食べられなかったんですけど、非常に一品一品のお肉のクオリティも高かったですし、あと一品料理、あちらもね、おしゃれなものがたくさんあったので非常に大満足でした。今の時代はね、あれぐらいの価格でね、美味しい焼肉食べ放題があるっていうのは非常にいいですよね。もっと若いうちにああいった焼肉食べ放題が欲しかったと思いました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。今回の動画を見て、もっと他の焼肉の食べ放題も紹介してよですとか、今度は違う料理の食べ放題も紹介してよと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。是非動画のご感想をコメントでいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。